私にかなう相手なんているはずないんだから。どんな子なの？物静かでおとなしくて頭が良くて、ほっとくと何時間でもじーっと本ばっか読んでる子かな。あなたとはまるで正反対ね。あははそうかも。でも遊んだりするときは結構気が合うんだよ。私のボケに対して冷静で絶妙なツッコミ入れてくれたりしてさ。へえ、すごいね。そうなんだ。それはあれなの？向こうの私よりもあなたと気が合ってたりして。それは難しい質問だね。ノワールはノワールね。ひょっとしてノワール焼き餅とか焼いちゃったりしてる？しなくても大丈夫だよ。私はノアールのことも大好きだから。だから違うって。それに大好きとかそんな。おお、ねえねえ、誰かいるよ。あれがブランちゃん？ああ、ナイスタイミング。で、どこにどこに？ところだったのに。と、それより今はブランブラン。誰誰？おお、あれは紛れもなくギギ。ダメ、ブルルン。あの状態のブランに近づいちゃう。向こうは随分気合が入ってるみたいね。そっちがその気なら。この姿でお相手してあげないとね。あー、待ってネプちゃん、私たちも行こうよ。だからダメだって。ブランはね、普段はおとなしくていい子なんだけど、一度キレるとすっごくおっかなくなるの。その上変身までしちゃうと。しちゃうと常時キレっぱなしになるんだよ。くそ、いつまで待たせやがんだよ。おかげで頭が冷えてきちまったじゃねえか。勢いで来ちまったはいいけど、こっからどうしたらいいんだか。まさか本当に力ずくでぶっ飛ばすってわけにはいかねえよな。ああ、なんで私が悩まなきゃなんねえんだ。それもこれもステーションの女神が。帰っちまおうかな。会う前だったらいくらでも言い訳はできるだろうし。お待たせ、来てあげたわよ。げ、今来やがるのか。間の悪いやつだな。げって何よ。人の顔を見るなり失礼ね。なんでもねえよ。思ったよりチャラついた面してやがるんだな。チャラついた？ああ、挨拶が遅れたわね。はじめまして。ラステーションの女神、ブラックハートよ。私もびっくりしてるわ。伝統あるルビーの女神がこんなお子様だったなんて。余計なお世話だ！つか、やっぱ新興国ってのはなってねえな。客をこんなところで待たせやがってよ。あらあら。これは失礼よ。ばでもごめんなさい。神聖なるラステーションの教会に得体の知れない方をお入れするわけにはいかないし。調子乗ってんじゃねえぞ、ルーキー女神の分際で。そのルーキーに脅かされてるロータル女神に言われてもね。うわ、怖ー。やっぱブラン怖ー。でもでもワールちゃんも負けて
ないよ。こっちのノワールはウランの真の恐怖を知らないからだよ。ウランは本気になると全力で当たり構わず鈍器のようなものを振り回すからね。おお、鈍器のようなもの。その一撃は大地を砕き、触れるものすべてをなぎ倒す。そして気づかれた獅子類々の山の上には鬼の形相で仁王立ちするブランカー。うわー、怖い。ブランちゃん怖い。そう、本当に怖いんだよブランは。まあ今のはかなり盛ったけどね。ミクちゃん、よくそんな怖いことを友達になれたね。まあさっきも言ったけど、普段はおとなしくていい子だし、それに変身後ってことだったらプルルンの方が何十倍、いや何百倍もおっかないし。私そんなに怖くないよ。いやそんなに首振らなくてもいいのに。だったら試してみ、今から変身してブランちゃんとこ行ってくるから。うわー、やめて、絶対やめて。それ変身後の私とノワールのツッコミ能力をもってしても 100% 収集つかなくなるから。おい、なんだあの隠れてるつもりで全然隠れてねえバカ騒ぎしてる二人はよ。プラネテューヌの女神よ、一応付き合う相手は選んだ方がいいんじゃねえか。余計なお世話よ。それよりいい加減要件を言いなさいよね。ルイーの女神が私の国に何の用なの。それはそのてめえの国が気に入らねえから。それで歯切れが悪いわね。女神自ら足を運んできたくらいだもの、よっぽどのことなんでしょ。いくら私の国が気に食わないからってわざわざ口喧嘩するために来たとも思えないし。当たり前だろ、そんな暇な女神がいたら見てみてえもんだぜ。で、私は暇じゃないのよね。だからさっさと話してくれな。せかすんじゃねえよ。いいか、耳の穴かっぽじってよく聞け。からブラックアート様、事件です、一大事です。はあ、またあなたなの。助かったのか。いや、ただの使い捨てキャラと思いきや、まさか3度目の登場とは。さすがの私でも読み切れなかったよ。君なかなかやるね。はあ、お褒めいただき恐縮です。でも名前は警備兵なんだね。ちゃんとした名前があればよかったのにね。あ、いえ、一応ちゃんとした名前はあるのですが。分かってないなブルルン。このいかにもモブっぽい名前の人が3回も出てくるから意表をつかれるんだよ。普通に名前ついてたら、あ、こいつまた出てくるなーってバレバレになっちゃうでしょ。おー、なるほど、勉強になりますね。名前を出すのもよしよしなんですね。で、何メタっぽい世間話に花を咲かせてるのよ。一大事なんじゃないの。うわ、そうでした、ついうっかり。で、何が起きたの、早く言いなさい。はい、我が国のゲーム工場が何者かの襲撃を受けているとの報告を受けまして、それで慌てて。何ですって、その何者かっていうのは。ええ、わかりません。わからないから何者かなわけでして。それはわかってるけど、人数とか規模とか大体の報告はあったでしょ。ははは、すみません、そこまで聞いてきませんでした。こいつ、この仕事終わったらクビね。
とにかく急いで向かわないと。ちょっとルビーの女神。なんだよ。結局何しに来たかわからないけど、これ以上余計なことするんじゃないわよ。いいわね。なんかこの流れ2回目な気もするけど、私たちも行かないと。そんじゃまたね。バイバイ。ああバイバイ。様にコピーできないゲームなどこの世に存在する価値もないわ。それはお前の性能が低すぎるだけっちゅ。何を？ならば貴様はこの CD とやらのゲームをコピーできるというのか。当然ちゅ。どんなプロテクトだってぶち破ってこそ真の割れちゅうちゅ。納得いかん。ネズミにできることが俺様にできぬなど、やはりこの国のゲームは抹消すべきだ。好きにすればいいっちゅ。それはそれとして、なんでまたオイラが駆り出されてるっちゅか。破壊するのに人手は大いに越したことはない。ネズミの手でも借りたいとはよく言ったものだ。グッハハハハハちゅ。脳筋と話してると疲れるっちゅ。おばはんの方がまだマシっちゅ。壊すのは手伝ってやるっちゅけど、あいつらと戦うのだけは絶対ごめんっちゅからね。貴
貴様のような臆病者の力を借りるつもりだど、もとよりないわ。戦いにおいて俺様の圧倒的破壊力にかなうものなど異様はずもないからな。あいつを見てないからそんなことが言えるっちゅう。あのちょいエロド S 女神を相手にすればお前だって。あー、ネズミさんだ。ギュギュ、この気の抜けるトロトロ声は。えへへ、久しぶりだね。来るなっちゅ、こっち来るなっちゅ。あー、触っちゃダメだよブルルン。野生のネズミはすっごくバッチンだから。そうだ、このネズミさんバッチンだった。だからバッチくないっちゅ。それとオイラのことはネズミじゃなくてワレっちゅうと。このネズミがいるってことは、これは七賢人の仕業ってことでいいのかしら。その通り。くっ、びっくりした。なんてでっかい声。耳がクワンクワンする。俺様こそは七賢人が一人、七賢人最強コピーエース様だ。もうどうしてどいつもこいつも自分からバラすっちゅか。バラしてはまずかったのか。そんなの当たり前。いや、むしろこれは名前を覚えてもらうチャンスだったら、オイラも。オイラこそは七賢人のマスコット、その名もワレチュウ。さっきの大声のせいで何も聞こえやしない。よし、どうにか収まったわ。ああ、私も治った。もうちょっと音量抑えてよね。でっかい音を流す音量注意って先に表示するのが最低限のマナーだよ。ねえねえ、ネズミさんが落ち込んでるよ。もうどうでもいいっちゅう。で、うるさすぎて聞き取れなかったけど、そこのあなた、ずいぶん派手にやってくれたわね。何？人の話はちゃんと聞いておけ。俺様こそは七賢人最強の男、その名もコピーリエース。それはもういいから。しかしこんなストレートの手段で来るなんて、七賢人もついに馬脚を現したわね。やっは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 。おざかしい作戦をこねくり回すなど性に合わんからな。思う存分暴れてやったわ。ちょっと待つっちゅ。ここで言っとけって言われたセリフと違うっちゅよ。そんなこと言われていたか。ああ、もうこれだから脳筋は。ほら、これを読むっちゅ。俺様に命令するな。どれどれ。ガッハ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 、ルビーの女神が貴様らを引きつけてくれたおかげで、すんなりと…おい、これは何と読んだ。破壊工作っちゅ。すんなりと破壊工作っちゅうができたぞ。何ですって。そう、そういうこと。あいつはそのために。ん、どういうことだ。ルビーの女神が俺様と何の関係がある。バカはもう黙ってろっちゅう。よくわかんないけど、ブランちゃんはこの人たちとお友達ってこと。そんな感じっぽいよね。私もよくわかんなかったけど。なんだと。俺様は女神なんぞと友達になった覚えはない。揃いも揃ってボケ倒してるとこ悪いんだけど、私
かなり頭に来てるのよね。おう、ならばどうする。俺様と一戦交えるか。七賢人最強であるこの俺様と。ノワールちゃん、どうするの。この人最強だって。問題ないわよ。自分で最強最強言ってるやつは得てして大したことないんだから。そうなの？え、例えば、ねえネプチューヌ、女神の中で一番強いのは誰かしら？そりゃあ私だよ！なんて言ったって私、最強だからね！え？おお、なるほど！あれ、その納得のされ方は私的にものすごく納得いかないような。いつまでごちゃごちゃ喋っている。やるのかやらんのかはっきりしろ。言われなくても。言ったでしょ、かなり頭にきてるって。あなたが壊してくれた工場と同じ目に合わせてあげるから覚悟しなさいよね。ブルルート、あなたも手伝いなさい。いいの？正気なの？もちろん正気よ。それくらいあいつをブルブルにしてやらないと気が済まないの。えへへ、ノワールちゃんがいいって言うなら、それ徹底的に圧倒的に究極的に壊してあげるわ。粒も残らないくらい細かくね。キュー、で、出てきやがったっちゅ。お、おいらはもう帰るっちゅからね。あとは知らないっちゅ。ふん、ザコはとっとと帰れ。戦勝祝いに俺様の大好物のパインサラダでも作っておくんだな。あ、こいつ死んだっちゅね。また3対1？つまんない、物足りないわ。見くびるな。貴様らごとき何人束になろうと俺様の敵ではないわ。なんか前のやつもそんなこと言ってたわよね。ワンパターンだこと。七賢人って複数人プレイが好きな人ばっかりなのかしら。だとしたらどんな変態の集まりね。ネプちゃんもそう思うでしょ。ネプ、そこで私に振るかな。できればこのまま傍観者でいようかと思ってたんだけど。ダメよ、ネプちゃんも一緒に遊びましょう。ああ、それよりもネプちゃんで遊んだ方が楽しいかしら。それいいわね。その時は私もぜひ参加させてもらうわ。敵より味方の方が怖いです。誰でもいいから助けてください。ああ、もうやればいいんでしょ。やれば。まったくはしゃぎすぎなのよあなたたちは。変身前にはしゃぎすぎてるあなたに言われたくないわよーだ。ネプちゃんがいてくれると安心だわ。あたしこの姿だとついやりすぎちゃうから、その時は体を張ってちゃんと止めてね。お断りよ。あなたには少し同情するわ。女神に情けをかけられる言われはない。ああ、もう限界だ。暴れてやる。力の限り暴れてやる。ブルルート、手加減しなくていいから本気でやってやんなさい。私乱暴なことは苦手なんだけど。ノワールちゃんに頼まれちゃ仕方ないわね。どの口が言うんだか。誰がご主人様か徹底的に叩き込んであげるわ。いつでも行けるわ。いつでも行けるわよ。
割れる。俺様の最強の体がゴマラマグシャー爆発しちゃった。汚い花火。まったく最後の最後までうるさいやつだったわね。あなたたちほどではないと思うけれど。あら、何か言ったかしら、ネプちゃん。よく聞こえなかったんだけど。いちいち絡んでこないでちょうだい。絡んでないわよ。絡むっていうのはこうでしょ。お互いの腕とか足とかを。くぅ、やめ。どこを触って。ノワール、なんとかして。私知らない。プラネティーヌの女神同士で何とかすれば。今回はあなたがブルルートを変身させたんでしょ。ほらほら、ネプチャンの方から絡めてきてもいいのよ。それともされるがままがお好み。やっ、 だからやめなさいと。いい加減にしないと怒るわよ。あー怖い。まあ、悪ふざけはこれくらいにして。えへー、大きいネプちゃんはすべすべなんだね。気持ちよかった。本当に同一人物なのかと疑うわ。あなたは人のこと言えないと思うけど。さてと、どうしようかしら。この工場しばらく使い物にならないわ。見事に壊されたよね。でもほら、七賢人の一人はやっつけたわけだし、おあいこだよ。人の国のことだと思って簡単に言わないでよね。ねえねえ、七賢人って一人減っても七賢人なのかな。それじゃあ六賢人？いやいや、一本でも人参的なロジックでずっと七賢人を名乗り続ける可能性も。激しくどうでもいいわよ。はあ、これも全部ルウィーの女神のせいだわ。わあ、ノワールちゃん本気で怒ってる。あのさ、ノワール、普段ってそんな悪い子じゃないんだよ。確かに切れやすかったり、思い込んだらちょっとつ盲信なところはあるけど、こういう悪さをするような子じゃ。それはあなたの世界の話でしょ。とにかくルウィーの女神だけは許さないわ、絶対に。聞く耳なしか。どうしよう、プルルン。あたし疲れちゃった。眠い。思いっきり目の前の現実を無視した発言だね。まあいっか、私も疲れたし、いい加減イースの機嫌も治ってるだろうし、帰ろっか、プラネティオーノに。残念。